顕微分光法は、急高度や吸収スペクトルにより微小領域の定性的定量的測定を行う分光法。光学顕微鏡で特定の波長の光を資料に照射して急高度や吸収スペクトル、散乱を測定することで微量物質の定性的定量的測定を行う。紫外線レーザーのような短波長の光を資料に照射して生じた傾向を利用して、 定性的定量的測定を行う。ラマン効果を利用して、定性的定量的測定を行う。熱レンズ検微分工法では、測定対象にレーザー光を照射して、膨張によって密度が低くなり、屈折率が下がる現象を利用することで、熱的変化をレーザービームで、光学的に検出する。レーザー光を資料に集光すると光吸収により、 資料が局所的に温度が上昇して屈折率が変化するのでレーザー光が通過する部分にあたかもくぼレンズが生じたかのような効果が発現する。この現象を利用して分析する。非線形光学を利用して定性的定量的測定を行う。近接条項を利用して定性的定量的測定を行う。顕微分光速光法とは 光学顕微鏡で微小な資料に分光した端子機構を細く絞って照射して吸光度や吸収スペクトルを測定することにより分光学的に微量物質の定性的定量的測定を行う方法。赤外光と可視光を用いた二波長二重共鳴分光法の一つであるかと、蛍光検出赤外分光法をレーザー操作型顕微鏡へ適用した手法で最初に、 赤外線レーザー光を照射することで、特定の分子のみ、赤外冷気して、次に、貸しレーザー光の照射により選択的に、電子冷気することで生じる S1 状態からの傾向を検出する分光法。赤外吸収は、死外、貸し吸収に比べて2桁から3桁も、吸収係数が小さいので、微小空間での赤外吸収を測定する、赤外顕微分光法では、 桁違いの交換度化が不可欠になる。顕微 X 線分光では、X 線を照射して生じた傾向 X 線のスペクトルから定性的定量的測定を行う。ありがとうございます。